今回は数量について扱った問題で連立方程式の利用を学んでいきます。まず右の問題から鉛筆の数を x、消しゴムの数を y として連立方程式を作りましょう。次に、丸1の x プラス y イコール12という式を変形して y イコール12引く x としそれを丸2に代入して y を消去しますそして x について解いていきましょう整理して解いていくと x イコール8となります x イコール8を丸1の式に代入すると y が求まり y イコール4となります。よって、鉛筆は8本、消しゴムは4個と分かります。では、練習問題を解いていきましょう。一時停止ボタンを押して問題を解いてください。解き終わったら、再生ボタンを押して答え合わせをしましょう。 それでは答え合わせです。答えは、りんごの値段が1個200円、みかんの値段が1個150円です。解き方は、まず、りんごの1個の値段を X 円、みかん1個の値段を Y 円とし、連立方程式を作ります。丸1の式を両辺を3で割り移行すると、 x イコール–マイナス 2y プラス500になります。これを丸2の式に代入し、x を消去して y について解くと、y イコール150となります。そして y イコール150を丸1に代入して解くと、x イコール200が求まり、りんごとみかんそれぞれの1個あたりの値段が分かります。 これで今回の授業を終わります。